はい、今日はコンさんからパーソナルブレイクを頼まれまして、ボーマンですね。はい、こちらになります。ボーマンのジャンボ、これ店頭にあったラス1の方です。先にこちらを開封します。よろしくお願いします。はい、どんどん開けていきます。こっちの方がいいですね。レギュラーカードはいいですね、特にね。もうちょっとしたらいいか。スワンソンダブル A に上がって活躍してますね。さあ、サインが来ました。サメクーンロとコーンロとジャイアンツですね。でもファーストボーマンですからね。はい。2014の5巡でも7勝5敗。うん。まあ、はい、頑張ってるということでしょう。ね、五巡からカードになるもなかなかないですからね。インサートですね、タッカー。はい、インサートですね。お、前田のリフだ。はい、499、前田のリフが出ました。これは、はい、いいですね。クレスコ、ボーマンフラッシュバックってやつですね。あ、レデがある。レデがありますよ。リゾの青、リンドールリコレクションオートグラフ。パッドヘントゲン、ルーキーリコレクションオートグラフ。パッドヘントゲン、サイン自体もレアそうです。あまりないな。野茂時代でもないか。青のアラード、グラスのですね、通常ですね。パープル？あ、台湾人でしたっけ？ハン。どこでしたっけ？アメリカ人？向こうで、あれですかね？
サイン。トレイ・マンチーニ。オリオールズ、ファーストボーマンですね。この人は2013の8巡。ああ、でも3割4分1厘、去年。はい。とりあえずサインは3枚、今出ました。ヘントゲンの、あれがね、ルーキー入りコレクション。ギャレット。これはフラッシュバックだもんね。どういうやつですかね。サインは3でした。ルーキーフラッシュバック。どこだろう。ルーキー。ルーキーリコレクションズ、ここにありますね。インサート8対1。ゴールド2140対1。レッドが21000で、スーパーフラクター10万対1。あ、オートありました。ジャンボで403対1ですね。フラッシュバックのことでいいのかな。ルーキーリコレクションオートグラフ、フラッシュだと。RR の A だからこれですね。やっぱフラッシュバックのオートグラフ、パッドヘントゲンです。はい、のレデーということでした。一応レギュラーカード、クロームカードは箱に戻して、置いておきます。はい、次、あ、
もう一箱ということで、よいしょ、はい、とりあえず3箱目でサイコロで、サイコロ振ります。で、どうしよう、はい、一番上が、サイコロ1と2の目、真ん中3と4、下が5と6になります。じゃ、はい、見えますね、大丈夫ですね。5です。なので一番下のこの箱です。はい、じゃあこの箱を開けます。これがいわゆる2箱目です。はい、じゃあどんどん開けていきます。紙とかいらないと思いますけどね。一応アオリフマッキニーですね。あ、その下もアオリフです。サインかな。はい、ルーカス・フォックス・ファーストボーマン、アオリフ・オートです。はい、150の6、この人はどうなんでしょう。2015のフリーエージェントですね。南米の選手ですかね。生まれが97年。はい応援しましょう。2年か3年くらいはかかると思います。はい、インサートとインサート、シリアルはないです。前田弾いてみましょうか。お、エスピノーザ、オートルーキーです。ファーストボーマン2枚目、アオリフとエスピノーザ。グレイブもどうなんでしょうね。お兄さんどうなんだろうお兄さんね、これのオートのスーパーフラクターが出ましたね。お兄さん頑張ってほしいですね。ん？緑色が来てます。エスピノーザ9位になったんですね。はい、お、ファーストボーマンス、クレビンガー86の99です。クレビンガーでいいんですかね
はい、リフ、あ、オレンジリフオート、スワンソン、おお、10の8です。オレンジですよね、ルーキー、あ、ルーキーじゃないか。おお、おめでとうございます。はい、お、前田のクロームも出ました。青、ハビ、ワンダーハビ。これサインは3枚ですね。はい、パープル、オーエンス、ヘンリー・オーエンス、ルーキーですね。250か。はい、でラスト、入荷、お通常分フラッシュバックですね。はい、となります。はい、じゃあ、動画上げておきますね。はい、ありがとうございます。